ペンビナ軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北東ブスミに位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7413人であり、2000年の8585 85人から13.7%減少した。軍庁所在地はキャバリエ市であり、同軍で人口最大の町でもある。軍内にはキャバリエ空軍基地やアイスランド州立公園がある。 ペンウィナ軍となった地域とレッド川沿いには数千年前から様々なインディアン部族が住んでいた。16世紀にヨーロッパ人が接触した時支配的な部族はアシニボイン族とラコタ族だった。アシニナーベ語族の氏族であるオジブルエ族アメリカ人の呼び方ではチッペワ族が5代湖の両岸に沿って次第に西に移ってきた。彼らはフランス人罠良氏や 植民地人との交易が長く続いていた。レッド川流域の全体で、フランス人罠領子は、インディアンの女性と結婚しその子孫も狩猟を続けた。このために、かなりの数の根結が増え、カナダでは、メティスと呼ばれる、ファーストネーションとして認識されている。18世紀半ばの7年戦争では、チッペワ族とメティスの大勢がイギリスに対抗する、フランス軍を支持した。 イギリスがフランスを破りその植民地を支配すると、チッペワ族は新しい交易文化の扱い方を覚えた。交易によって銃を手に入れ、マンダン族やヒダーツァ族から馬の使い方を習った、チッペワ族は18世紀の終わりまでに森林地帯からグレートプレーンズに移動し、その前に立ったラコタ族を西に追い出し始めた。オジブーエ族は、 米英戦争の時までにアメリカ合衆国と対決するイギリスと同盟しており、彼らの領土に侵入してくるヨーロッパ系アメリカ人開拓者を押しとどめられると期待していた。チッペワ族の領土の北はカナダとの国境であり、アメリカ合衆国のダコタ準州内ではアメリカ合衆国と対応する必要があった。19世紀の前半、チッペワ族はレッド川流域で、 ラコタ族との紛争が絶えなかったが、最終的に現在の南北ダコタ州西部領域にラコタ族を押し出した。カトリック系イエズスカイ牧師のジョージ・ベルコートがチッペワ族に対する布教を行っており、その領土について次のように記述していた。我々は、ここ、ペンビナと呼ばれる地域あるいは部分が北緯49度線の南、レッド川の支流で潤され、 横切られている国あるいは盆地の全体で構成されることを理解している。プレーリーの川と湖はミシシッピ川の土地の高みまで広がり、広大な平原には西方まで数多いバイソンの群れが生息している。そこから地域のチッペワ族と根鉄のメティスは生活の糧を得ている。その領域は南北に約400マイル、東西に500マイル以上ある。チッペワ族は レッド川ドレイルと呼ばれた地域、ミネソタ州セントポールとカナダのウィニペグ州の間にある市場に大量の毛皮を運ぶために二輪の牛に引かせた荷車を用いた。アメリカバイソンの狩猟の時も食料やテントを運ぶために牛車を用いた。チッペバ族は長年の間にアメリカ合衆国との条約によってその土地の大半を割上するように仕向けられ、 アメリカ合衆国はその土地を開拓者に転売した。チッペバ族は元の領土の中に設定された比較的小さなインディアン居留地に移動することになった。ペンウィナ軍は1867年1月9日にダコタ巡州の一部として創設された。当時は現在よりも広大な領域だった。1871年、現在のノースダコタ州東部のカナダから、 サウスダコタ州との宗教に及ぶような領域を含むよう拡張された。1873年から1881年にペンビナ軍領域の中からカス軍やグランドフォークス軍など11の新しい軍が創設された。1871年にキャバリエ軍の領域が増やされた時にペンビナ軍は現在の広さが確定した。 ペンビナという言葉は、ペンビナ川沿いに大量に自生していた竹の高い、ツルコケモモのヤブを表すチッペワ族の言葉から来ていた。州内最古のヨーロッパ系アメリカ人開拓地である、ペンビナ市が1867年から1911年まで、軍庁所在地であり、その後は、キャバリエ市に移されて、現在に至っている。現在のノースダコタ州では、 最初のアイスランド人開拓地は1870年代後半に軍内に設立された。移民の多くはウィニッペグ湖に近いニューアイスランドから来ており、他にウィスコンシン州のコロニーから地域に入ってきたアイスランド人もいた。新しい開拓者はアクラ、ボーリュー、ガーダー及びシングワラのいわゆるアイスランド軍区に住んだ。ノースダコタ州歴史協会によれば、 1900年代初期のその地域にはアイスランド人ではない家族は3件ないし4件足らずが住んでいるだけだった。この名残はアイスランド起源の街や都市の名前に見て取ることができる。アクラはレイキャビークに近いアクラネースの街にちなんでいる。ガーダーはアイスランドを最初に訪れたスカンディナビア人だとされるガーダースババーソンにちなんで名付けられた。ハルソンは 初期開拓者のヨハン・ P ・ハルソンにちなむものである。アクラにあるアイスランド州立公園はこの初期開拓者の形跡を示す証拠を保存するために設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1122平方マイルであり、このうち陸地は1119平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.27%である。 ノースダコタ州で最も標高の低い地点が軍内ペンビナ軍区のレッド川沿いにあり、レッド川はそこで州を出てマニトバ州に入っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらず全て地になる。ありがとうございます。